ちょっとすごいな。袖で挨拶されたときにみんながしっかりしてるなって言ってたわ。どうでしたか、歌ってみて。皆さんが一緒に楽しんでくれたのがすごく分かりました。こうやって見ると可愛らしい。じゃあ柱向いてください。矢上さんに聞いてみましょう。矢上さん、いかがだったでしょうか。いや、15歳なんですね。お上手だと思いますよ。ありがとうございます。で、あと、まだボイトレのこともやってないでしょ、そういうのあんまりね。そうですね。だからやったらもっと良くなると思うし、あと結局ね、あ、そういう基礎みたいにやんないと持たないんだよね。で、うちのボーカルもやっぱり昔全然そういうのなくデビューしたんだけど、デビューしてからだけど、ボイトレやったら突然変わったの、すごく。だから絶対ちゃんとその腹式呼吸とかそういうのを習えばもっと素晴らしいなと思うんで、いろいろ勉強していってください。はい、頑張ります。期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。温かい言葉もらえたね。さあ、改めてカラオケ部門です。高橋明日香さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。